メインミッション悲願への思い始めます。悲願花が咲いてるらしい。さあ始まりました。カラスか。ああ、いい、何あの上から岩落としますみたいな感じになってん。残念だけどこっちなんだよ。あれ、なんか敵倒したね。あれ、なんか見たことあるぞ、ここ。これあれじゃないかな、なんか落ちるね、こう。ここ体験版のステージじゃないかな。なんかね、体験版が出たんですよ、これ発売前に。でここをやったんですけど、すごい難しくて何回も死んで、このゲーム無理だと思って買わなかったんですよ。まあ今になって買ってるわけですけど。うわぁ、目の前にいるじゃん。オッケー。おい、強いぞ。この先のお寺まで行ければなんとか。行けないよ、橋が。降りていいのかな。はい。え、あ、お前久しぶりだな。久しぶりだな。あ、釜手に入ったね。ニューカマで。ニューカマでしょ。ん？あいつ来ないでしょ、多分。おい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 、待って、あいつか。お前さっき石違うか、さっき石投げようとしてたやつとは別か。いやー、やばい、来ませんように。なんかバレた、誰かにバレた。はい、上ね。あ、くそ。はい、若様、さぞご無念だったでしょう。誰、若様誰だ。あ、帰る。家の中の鬼を倒すか。はい。お前普通の鬼。はあ、一撃。ここ車輪が落ちてるから、まあそれは倒す。はい、ロストね。はい、経験値ロスト。お、開くか。開く。あ、開くし。いっそー。ここ隠れてる。いやあ、そこにいる。あえ。ここまで鬼が。あ、あそこへは何者も踏み入れさせてはならぬ。どこ、ここ。誰。あ、お前か。お前はいけるわ。あれ、ちょっとドンでしょ。はい、ドン。太陽強引でね、簡単に倒せないの。はい、お、ドンだな。はい、ドン。やべ。はい、
何だ、何何、ああお前かよ、苦手苦手すぎ。チャンスは俺ら、はいはい、くないくないくない、連打くないわ。あ待って、距離取らして、よし倒した。なるほど、大義のためとはいえ、なんとおいたわしい。死でも旅路、拙者もお供いたします。これはボス絶対。やばそう。うわ。うわ、あぶね。やばそう。エレミア、エレミアか。あぶね。ああ、巣じゃねえや。恐ろしく食らうな。うわ、ちょっと待った。食らい、食らい、食らい。食らい、ダンハツ。どうした、どうした。何回攻撃してんだ。やばい。チャンス。なんだなんだ、炎か、あ違うっぽい、ん突進からのなんだ、な何してんの、あ炎か、ああ届かない、くないくないくない、連打やばそうやばそう、すげえ。危ないな、回復、あしまった、これ取るんだ、取った取った取ったら、その瞬間楽に距離を取れ距離を取れで、くないくないなくなった。あやばいな、スッと受けて、くないくないじゃない、手裏剣か、もうちょいだ、ちょっと待って、あ手裏剣手裏剣、あまだ生きてんのかよ、11個、あやばい、マジかよ、おしよしよし、手裏剣すごいぞ、手裏剣、えハマってるハマってる、あれなんだなんだこれ、地面のやつ、あぶらそう、スッと、残念だったな、紫の地面やばい、回復回復、あーこれあれですよ、なんか妖怪の結界みたいな、もう飛び道具ないよ、くそ隙がない、スッ、はいチャンス、あと1回だな、来いよ、お、それ避ける、危ない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 、それやばい、チャンス、もうちょいだ、もうちょい、やったか、やった、愚かな母を許しておくれ。
どうしてかしら。侍は皆死にたがる。忠義のため、お家のためなんて。あなたは恋人を追ってこの国に来たって聞いたわ。侍どもとは違うよね。あいつは徳川の家を守るため、愛した妻を殺し、保身のため息子も切り捨てる。血も涙もない男。あいつは兄さんを殺した。私も家康の娘、大名に嫁がされそうになったけど、あいつの駒に使われるのはまっぴらごめん。家を捨て、私は忍びになった。あいつに会うんでしょ。私は先に江戸に向かうわ。あのタヌキには会いたくないの。はい、今回はこれで終わります。ありがとうございました。